い、ということで今回ねやっと実現できました、はい、スペシャル企画をやっていきたいと思います。ということでね、今回企画もスペシャルなんですが、はい、キャスティングもスペシャルです、はい、もうね夏がなかなか下がってもしょうがないので早速呼び込みたいと思います。スペシャルなキャスティングの方々です、中村健吾さん、佐藤久津さん、ローランドさんです。よろしくお願いします。これ出ていいのかな、このメンバー。いや、いいですよ、すごいですよ。いいんです。共演されたことはない。お二人はもう画面通してしか見たことがなくて、一般視聴者がこの中に入ったらどうなるかっていうのを僕がね、はい、いや持ってる男は違うっていうところを、まあ、見せていただいてなんですが、まあ、今回ちょっとこのスペシャルなメンバーで企画やっていきたいんですが、この企画やるにあたってですね、12社協賛いただきました。すごい。今日はキックターゲット、はいはい、をやっていきたいと思います。いやー、初めてやるな。はい、でチームはサステに分けさせてもらいました。はい、事前にね。はい、でチームがこういう感じで分かれます。チームサッカーレジェンドチームということで。いやいや、中村健吾さん、佐藤、僕らはどうしましょうか。はい、僕らはもうやっぱ YouTube の高みを目指すというところで100万人登録、チーム目指せ100万、はい、名前負けしてるけど。え、何人だ、登録者。28万。はい、80万なので、増したら、そうです、増したら100なんです。まあ先にちょっと企画の趣旨というか対決企画なんですが、チーム戦で交互に蹴っていきます。でこの10枚のパネルを何球で落とせるか、全部落としてもらいます。はい、チーム戦なんか助け合いですね。はい、先がいいな、なんかレジェンドたちハードル上げられてないけど、先行譲ってもらっていいですか。どっちもいいですよね。全然いいですよ。いいですか。いや、先やらせていただけたら嬉しいです。はい、先にちょっと蹴らせていただいて、余裕がね、もういや余裕が余裕が余裕が。それでですね、今回勝負企画、はい、ということなんですが、プレゼント、協賛企業はこちらのテロップでということで、12社、はい、こちらの方々に協賛していただきましたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。協賛企業の方々が勝者チームプレゼント、勝者チーム、勝者チームのみのみです。全部ローランドさんから、はい、プロテインですね。プロテインで、各社様協賛の勝者チームにプレゼントです。豪華ですね。ちょうど炊飯器欲しいなと思ったんで、はい、これそれ当てたものすごいじゃないです。全部です。勝者チーム全部です。これ全部です。この協賛をもう那須さんが一人で集めた。集めた。ありがとうございます。いや、すごい頑張りましたよ。これはもう無料視聴ね、ラゾン様ということで、はい、今回まあ視聴者の皆さんも、はい、まあ、参加していただくということで、協賛企業からプレゼントあります。おお、これをあげて。そうです、1名の方に。おお、このプレゼントと、はい、僕らがその書いたサイン書を、はいはい、はい、プレゼント。一応視聴者登録してるんで、僕にも応募券はありますか。応募券あります。貪欲だな。概要欄の方から皆さんぜひね、あのリンクの方に飛んでもらって、もうぜひね、応募よろしくお願いしますということで、じゃ早速企画の方に移りたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。この4人の中で一番キックの技術高い。いや、間違いないですよ。ゆえに一番緊張してる。確かに。ハードル上げるだけ上げないと、こっちは。まあ僕も仲間ですけど、ハードル上げますから。いや、すごいんだろうな、やっぱり。天下の中村様ですから。そうですよ。やめてください。10球で終わらすぐらいの。確かに。意気込みですよね、こちらは。でもそれはね、はい、意気込みはそうです。5号球結構大きいじゃないですか。でフレームで見たら、そんなに簡単じゃないんじゃないですか。そうなんですよ。素材値のボールなんで、ちょっとちっちゃいんですよ。ちっちゃいですね。はい。だから、技術が。あれはノーバウンドじゃなきゃダメです。ダメです。え、じゃあ10と9は？は、この低めのちょっと、もうフレームに当たってパネルが当たるのもなし。ダイレクト。ダイレクトでいかないと。なるほど。結構厳しいんだよ。まあまあ厳しい。厳しいです。厳しいね。でもそんくらいやってもらわないと、皆さん、すべてレジェンドなの、持ってる男たちっていうことなんですね。はい、自ら持ってる男。ええ。これ結構難しいな。実際のサッカーでしたセナ。セナエリアなんで、だから結構カーブだけじゃ無理。そうね。じゃあちょっと、はい、行きましょうか。はい。先行。で先行っていいですか。あ、もちろんです、もちろんです。ちなみに何球で終わらすんですか。15球。え、これ結構。おぉ、OK、 これは OK ですね。え、いや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 、OK、 フレームでしょ、今の。いやいやいや、おぉ、OK、 これは OK ですね。え、いや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 、さっきドヤ顔でフレームはダメだよ。フレームに当たってパネルが当たるのもまだなし。ああ、じゃあもうダイレクト、ダイレクトに行かないと。なんか OK にしたいですけど、あ、じゃあ、いや、あ、ダメだ、はい、ダメ、フレームにちょっとかかるのはやっぱダメですね。厳しいな、結構深夜ですけど大丈夫ですか、これ。これでも OK にしますか、これは。フレーム OK の方がテンポ的にはいい。そうですね、テンポ的にはいいんですよ。今だったらあり。今はあり、今はありですからね。
僕が行きます。もう那須は宣言するよね。那須さん10番お願いします。那須さん10番ですね。10番。10番で。これはダメでしょ。このフレームはちょっと違うフレームだ。いやな、那須さんそれ自分で、バラエティーなんでちょっとトリッキーなのでいきます。そうですね、3球目、はい、うわぁ3球目、はい、うわ誰よりもすごいじゃん。すごい。マスちゃん無理しなくていい。撮ってました。ラボーナで2番とか。ちょっと見てみたいですよね。ナスのラボーナ。ナスのラボーナ。じゃあちょっと行きます。ラボーナデビュー。ナスさんのラボーナすごいんだろうな。ラボーナデビュー。じゃあ行きます。ラボーナ。まあまあうまい。まあまあうまい。よう当たりそうに。あ、2位だった。あ、これは OK。これ OK、ね。これ OK、ね。多分編集されるんでしょうけど、はい、打ったやつ自分たちで取り行ってますから、ね。切られると思うんですけど。ナスチャンネルクオリティですね。はい。とりあえずまあ5、6あたりの相手。これはダメ。これはダメね。中村さん、中村さん、ちょっと目標は敵ですから、ね、俺今すげえ楽しんでるから、ね、8かも、48のライン、48のライン、うわフレーム、おぉ、ナイス、余計ありがとうございます。いきますね、じゃあ俺もあのライン行こうか、はい、僕らリラックスで行った、あー、惜しい、惜しい、惜しい、10球目で4枚ケンゴさんが完全に MC になってますけど、確かに今自分何もしてないんで、ちょっと審議じゃないよ、おおちょっと、6は OK だと思う、6は OK ですね、5はなしですね、はい、欲しいですね、いやいや、この後僕らが同じことの中でちゃんと言えるように、12ホームなんだから、今ポイにごまかそうとするんだから、あなた偶数よ、4番いきます、4番、4番、はい、あ、これ難しくなってくる、あー、リアルに惜しい、リアルに惜しい、4いきます、4いきます、あー、いや、そうなんですよ、あるやべー、これ難しくなってきた、次15球目、次からここですよね、ここの後ろの時にちょっとかっこいいとこ見せたいんで、ちょっと4いきます、はい、あーやばい、これ当てに行きます、この次から前に行きますね、当てに行きます、この次ロードさんがあの玉ヒロに当てに行きます、すいません、もちろんロードさんが玉ヒロに、ダメだよ、4いきます、よいしょー、よいしょー、17、インサイドのノーバンで10いきます、おう、あーあなし、なし、なし、これ多分インセプトは絶対ダメですよ、ダメ本当に、けどあのフレームで2枚抜きできるの、フレームはダメですか、フレームはフレームですか、え、ダメなの、ダメですよ、下お願いします、下任せてください、うん、そうだな、お前、うわぁ、はい、入った、それそれ、ナスそれだって、それだ、同じだ、今いや、20、あー、そうそう、あ、やばー今の高さ、本当に惜しいやつじゃん、あ、あ、これ何問目だっけ、18、18はない、やばい、やばい、これはね、さすが、やばい、やばい、次25です、25、はい、うわー、すげー、5番、フレーム総面積で数えたらまあまあいく、ああちょっと高めに、5番、うわーやばい、それマスそれはまずいぞ、落外は次が29っす、30超えたらこっちからですか、ナスのプライドがどう、ナスはいいっすよね、おい、いやフレーム30超えたんで1個前に、あ、1個前の、説明します、あれ、おー
ナイス。あれ。おーすごい。ナイス。ナスちゃん今日当てた？当てました当てました。ローランドさんしか当ててない。最後はちょっとしっかり。最後はちょっとかっこよく。はい。32。やったー！ 32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 ！
32かって思ってますけど、始めた瞬間にこれ32でよくいけたなってなるかもしれない。いや、そうですね。いや、意外とナスが足引っ張ってた説です。実際ね、ローランドさんがあのラボーナで当てた時、かなりちょっとね、立場がね。でもレジェンドのラボーナ見たいですよね。見たい。レジェンドの確かにラボーナやったことあります。あれ、ラボーナ届くかな。いや、てか2人、まあまあ上手かったから、ね、ラボーナ上手かった。ラボーナってそんな飛ぶのって俺ちょっと思いましたよ。一番山場がローランドさんのラボーナって今日あの、妻のお母さんの誕生日なんですよ。何かしら持って帰ります。動機がいいです。いきます。あー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 うまかった、うまかった。え、ラボーナってどうやってやるの。いや、そうなんですよ、どうやってやるのなんラボーナ、僕ラボーナの時右足なんですよ。これ逆に貴重かもしれない。これ貴重。右足なんですよ、右足なんですよ。もう2球目の最後。次から本ちゃんだ。逆に僕最初難しいのいきますよ。9番。9番、おお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 そういうことっす。うまい。待って、何今の。うまいっすね。マジで。しかもちょっと縦回転かかってます。確かに。這いながら7、3。あ、確かに。いけたら。うまい。うまい。さっきラボーナミスした人と思えないでしょ。あ、浮いた。真ん中のゴレル。おお。ダゾン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 。逆にでもあそこめっちゃ難しい。7本目。うまい。うまい。うまい。軌道がいい。軌道めっちゃ綺麗だ。すごいっすね。うん、すごい。難しいところから落としていくんだね。どんどん落としていく。うおー。いや、ちょっと難しくなってきたよ。健康でよかった。確かによかった。2と6で。いやいや何これ俺。これすごい。俺もこれは何か。ゴールスゴール。カードね。カード。現役の時やってたもんね。これ。わあ、これ地球ね。わあ、イメージ力違うな。だからこれをずらして踏み込みを外にし、外っていうか。天才の考えるんだ。ちょっと。じゃあ5いきますね。はい。ちょっと難しいかも。いやー、何なんだろう。パネルの飛び方も綺麗。パーンって。12本目。はい。ま、こっから難しくなりますから。これはパネルじゃダメです。いや、今の。これパネル？はい、パネル。パネル。パネルですよね、今。パネル？パネルらしい。いいの？いいの？フレームじゃない。あ、フレームだね。フレーム？うん。オッケー、フレーム。あ、フレーム、フレーム、フレーム。変わることでもあるの？VAR が。え、ラスちゃんの顔が険しすぎて、はい、あんま言えなくなった。あんま言えないなと思った。そうっす。ホームアドバンテージをちょっと使わせてもらいました。チャンネル主のもう思うがままだ。4番。うわあ。こっからね。こっから。おお、面白い。面白くなってきましたね。これレジェンドたちは前に行くルールはなしです。ないです。名手の方。7いきます。おお。
と16本目か、次。うわー、綺麗。無を言わせない。やばい。うわー、綺麗。そう、顔つき変わったの分かる？そうですね。キッカーの方々、はい、本気にこう集中入ると、はい、顔つき喋らなくなる。ダゾン好きっすね。ダゾン、はい。なかなかないですから。レジェンドのレジェンドの球拾い。20の大台次で乗りますか。行きますね。うわ、大台行きましたよ、大台。あと20、21本、はい、なかなか当たんなくなってきてます、うん、あ、でかい。珍しいミスで、やっぱプレッシャーかかってきたんですよ。後半の子2枚とか結構やっぱまずいじゃないですか。それドラマ作る。珍しい23ですね。あれもしかしたらこれありますね。これ25とか超えてくるといよいよプレッシャーがってきます。いや、そうですよ。いよいよちょっと、はい、ちょっと見えてきましたね。16、加減がおかしいわけだけど、あと5本以内に決められなければ我々の勝ちですよね。なるほど。うまい。今28。あ、これ結構。7番。これはもう、ドローしかないですよ、これは。ケッチャーお願いします。これは、あのラボーナの2球が、はい、ここに来て、来てきました、はい。勝った勝ちましたね。ということで、まさかのだったんですが、はい、目指せ100万人チームが勝ちということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やった。最初絶対負けたなと思いましたもんね。そうっすね、まあ、絶対勝ったなと思いましたよ。いや、絶対勝ったけど、やっぱ難しさを感じた。で、あとフレーム1本なんか当たったんだけど。審議が違う。俺はパネルじゃダメです。フレームだね。フレーム、うん、OKOK。 フレーム、アウェイの洗礼も浴びせられたということで、前差しダメなんですよ。アメラの中当時は当たったんですけど、パネル、パネルらしい。いいの。いいな。あのちゃんの講義に、はい、フレームっていう。もう一回聞くけど、あれ当たってないよね。アウェイの宣伝だ。アウェイの宣伝です。言い過ぎでしょ。まあ、ダゾンプレゼンツということで、こちらをまあ代表で2人にちょっと視聴者チームを渡していただけるということで、 ありがとうございます。夏よりはたくさんあったと思うんで。いただきました。ほんと、ローランドさんの勝利。そう、ローランドさんの勝利。いや、嬉しいな。すみません、ありがとうございます。いただきます。嬉しいですね。
いや、嬉しいっす、はい、まあ、今回ですね、まあちょっと我々の勝利ということで、そうですね、はい、キックターゲット企画ということで、まあ、あの本当今回、やるにあたってもう12社のその協賛とかローランドさんも含めてなんですが、協賛してくださった方々本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、プレゼントの方も皆さん視聴者の皆さんどしどしと応募いただいて、1名の方なんですけど、ぜひ概要欄の方からご覧になられてくださいということで、今回貴重な企画本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。